合理的配慮は段差の撤廃や点字の表示など障害を持つ人の活動制限をなくすための取り組みで、今年4月から民間事業者に対しても義務化されました。今日 NPO 法人折り紙が千葉市花見川区で開催した研修会には、県内企業などからおよそ40人が出席しました。研修会では、障害を持つ人に配慮した取り組みを行っている事業者を例に、設備や制度だけでなく従業員の意識を変えていくことの大切さを学ぶ講義が行われ、参加者は合理的配慮に対する理解を深めている様子でした。千葉県が全ての人を大切に思えるような、そういう人々であふれるような県にしていきたいなというふうに思っています。